被告人織田信長はアイドルでありながら恋愛した罪を認めますか？これどういう状況であるか。被告人はアイドルでありながら複数の女性と交際していた事実があります。信長さん、違うことは違うと言ってください。すまん、気がついたら知らない場所に立っていたのだが、ここはどこだ？ここは21世紀の裁判所ですよ。あなたはアイドルなのに恋愛した罪で裁判にかけられてるんです。私はあなたの弁護人です。アイドル？わし戦国武将なんだけど。被告人は戦国武将ではありますが、歴女と言われる歴史が好きな女性からは大変な人気を誇っています。これはもう立派なアイドルです。そんな被告人が恋愛をすることは彼女たちを悲しませる立派な犯罪行為です。ちょっと何言ってるかわからない。裁判長、被告人の凶悪性を示す証言をしてくれる証人が来ています。証人による証言を認めます。証人、豊臣秀吉。猿？秀吉さん、信長さんはあなたの上司ですね。上司というか私がお使いする武将ですけど。つまり上司ということですね。まあこの時代だとそうかもしれません。信長さんはあなたのことを猿と呼んでいたそうですが。はい、私が猿に似ているので猿とウキキ。しかもことあるごとにあなたに暴力を振るってもいたのですよね。まあ戦国時代では上の立場の人間が下の者に鉄拳制裁するのは普通でしたからウキキ。聞きましたか、被告人は部下を猿呼ばわりするだけではなく暴力も振るっていました。ですが親方様は百姓だった私を取り立ててくださり一人前の武将になるまで育ててくださったとても素晴らしいお方で。パワハラが事実だと分かっただけで結構です。ありがとうございます。ねえ、さっきアイドルなのに恋愛をした罪って言ってたけどパワハラ関係あるの？某アイドルグループでも後輩に厳しい人ほど実は自分が恋愛してるんですよ。パワハラをするというのはそういうことです。どういうことだよ、さっぱり意味がわからないよ。というかわしそもそもアイドルじゃないんだけど。被告人は素直に罪を認めたらどうですか？あなたは多くのファンを裏切り、恋愛していただけではなく、実は裏で結婚していたという事実まで浮上しています。裏でって何？わし普通に結婚してるよ。なんなら正式な妻である正室の他に2番目3番目の妻である側室も何人かいるからね。聞きましたか裁判長。被告人は複数の女性と同時に交際していたと白状しました。これはもう有罪確定です。異議あり。異議は認めません。はい、ごめんなさい。なんと頼りにならん弁護人じゃ。普通そこで引き下がるか。裁判長、これ以上裁判を続ける必要はないでしょう。被告人の有罪は確定です。厳罰をお願いします。うむ、被告人織田信長にアイドル引退を命じる。なんなのこれ。そもそもわしアイドルじゃないから引退どころかデビューすらしてないんだけど。ていうかさっきまで戦国時代にいたはずなのになんで21世紀の裁判所で裁判にかけられてるの？ああ、もうダメだ。おしまいだ。織田信長は犯罪者になっちゃうんだ。この弁護人とかいうやつは何の役にも立たんし、そもそも人間なのかこいつ。信長さん、アイドルを引退する前にやり残したことはありますか？何もないからとっとと家に返してくれ。21世紀の日本がやばいことはよくわかった。ちなみに信長さんには今回の罪の他にも、楽一楽座があんまり楽じゃなかった容疑がかけられています。よし、わかった。21世紀の日本はダメじゃ。わしが今一度日本を立て直すしかない。今日も動画を見てくれてありがとうございます。あなたは裁判の傍聴したことがありますか？不倫裁判の傍聴なんて面白そうですが、訴えられて法廷に立っているのを見られるのは恥ずかしいですよね。そんな姿を家族や知り合いに見られたら消えたくなります。パパ活やママ活に励んでおられる方がいましたら注意しましょう。次の動画もぜひ見てください。